僕この間ドラマ見てて思ったんですけども、うん、もう火災とかでね、うん、もう倒壊しそうになってるビルにこう人が取り残されててね、うん、それを助けに行く人ってすげえかっこいいなと思って、うん、なるほどね、その火をつけたのが伊藤さん。俺じゃねえよなんで俺そんなことしなきゃいけないんだよ。やってねえよ。だからその助けに行く人がかっこいいなと。確かにかっこいいね。だけはちょっと気分を軽減させてほしいなと思って、ね、助ける人、助ける人やります、うん、じゃああなた中に子供があるとか言って。あ、中に子供がね、はい、キャー、どうしました、お腹の中に子供が。おめでとう、ありがとう。ありがとう、ありがとうじゃねえ、うせえな。なんなんだこれ、お前なんで俺がお前に誤解に報告受けなきゃいけないの。8ヶ月なんです。もう結構待ってんじゃねえか。なんで8ヶ月だって今更から子供できましたって言わなきゃいけないんだよ。違うの。違うだろうな、中にもういいや。じゃあ子供じゃなくて中に人が、ね、中に人がね、はい、キャー、どうしました。まだまだ中に人が。それは大変だ、俺のせいでいきます。いたんですけど私助けました。じゃあ俺意味ねえじゃん。また世話かけさせやがって。お前一番かっけえじゃねえか。あ、ありがとう、ありがとうじゃねえ、うせえな。なんだお前その変な髪型しやがったの。変な髪型でない。なんだお前、5年ぶりに美容師さんに言ってんじゃねえわ。ありがとうございます。うるせえよ、ポイント溜まったんですよ。ポイント溜まったんじゃねえ、うるせえな。何の話なんだよ、うるせえな。違うんだから、もう中に人がと言われる。キャー、どうしました。この人変なんです。そうです。何なんだ何なんだろう。何言っちゃう。お前がやるんじゃねえよ。この人変なんですって言って俺がやるべきだろ。私変なんです。私変なんですっておかしいだろ。何なんだよ。違うの。中に人がと言う。中に人が、ね、キャー、あ、どうしました。まだまだ中に人が。俺誰なんだよ。じゃあ俺誰だよ。助けてください。助けてくださいじゃねえ、うるせえよ。大事な相方なんです。大事な相方目の前にいんだろうが。助けてください。助けてください、うるせえよ。なんでセカチュウみたいになってんだ。ピカチュウ。ピカチュウじゃねえよ。なんでこの曲にピカチュウっておかしいだろ。おかしくなった。頭おかしくなった。やってねえよ。なんなんだてめえよ。なんでじゃ中に人があったのこの短い言葉が言えねえんだてめえ。本当ですよね。本当だって。許せ、なんでお前と安定したんだよ。てめえのことだ。最後に一個だけ言わして。なんだよ。中に人はいなかったけど、うん、俺の心の中にはいつも井戸が。